モザイクやろう。モザイクやろう、来てみろ。オッケーオッケーオッケー、爆発しろ早く。おー、ジャンプ。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。お久しぶりです。お久しぶりのザ・フォレストとなります。フォレストね、うん、森ね、森動画の方をね、やっていきたいと思います。だいぶね、あれからね、3週間以上経ったのかな、この前のパートからですね、今となってはもう、バージョン 0.16 B16B、 よし、肉じゃ16B となりまして、うん、こちらね、グラフィック強化なりね、新しいアイテム、そして洞窟地形、グラフィック系はね、特にね、いろいろ変わっていますね。ちょっとね、鹿がやったらこの辺いるよね。これ鹿肉もう取り放題だね、これ。あ、でも持てる、あの制限はね、結構変わってない。しかしね、このアイテムボックス開いた時のこの綺麗さがね、サイドが上がったというかね、ちょっと白飛びしてるとこもありますが。で、これ撮ってたんですけども、7分ぐらいちょっと撮れてなくって、この喋った後に、こう繋いであります、それとね。なので、この建築、これね、あの崖上をやろうと思ってるんですね、今。崖上に建築やろうと思ってて、もうここまでちょっと作っちゃってますが、崖の上の、ベニオみたいなね、ベニオみたいなのを作っていけたらなと。建築開始みたいな。崖の上のベニオはね、動物に優しい。優しい。こう、ジブリ作品のような感じでいきたい。よし。まあ、ここね、なんか立地条件面白いなっていう感じがするんでね、はかどっていけたらなと思いますね。でね、相変わらずこの布とこれ、あの瓶で、手榴弾で火炎瓶作れるんですが、布赤になってますね。赤色ですよ。うん。で、この辺のグラフィックもちまちまと変わってるみたいですね。あら、このあれだな。あれがないな。ロープがないから作れませんね。で、この辺のなんか草っぽいのも増えてた気がしますね。ちょっと、やったら体力ないが。これ食べておきましょう。よし。まあ、そんなわけで、この後、つなぎます、動画。今回からもね、ザ・フォレストの動画、よろしくお願いいたします。カリズマはこちら。もう質素に行きますよ。質素に行きましょう。仮住まいは。バージョンアップして本当に綺麗になってるな。またなんか洞窟の中もちょっと変わってるらしいですね。おお、なんだ。今何かを切ったが。鳥か。真空切りやったみたいだね、私ね。まあ、またいずれミスターピートもやっていきますんで、それはマルチプレイで。の方になると思います。今回あとね、詳しいね、グラフィック設定ができるようになったというのをなんかこう書いてあったんです。あったんで、その辺にじれんのかな。あ、ここでカラーの選べるね。モダンどうなの。おカラーが変えれる。ちょっと待って。あ、これ、ちょっと自分のお気に入りを見つけましょうか。モダンがこれか。で、はい。これはなんだ。これどんなんだ。あー、うん、綺麗。これ綺麗ね。で、これはあったかい感じかな、ワームっていうのは。あー、あったけえ。なんかあったけえね。あったけえ気分になれるね、フォレストでね、こんな残酷な世界で。あったけえ感じになれるわ。これは何でしょうか。
おコントラスト強めな、あだいぶ強くて目が痛くなってくるかもしれませんね、これだとね。エピックやはり伝説の、あ結構かコントラストこれも強めではありますね、うん、そんなわけでね普通の、オリジナルにしました。オリジナルがちょっと一番見やすい感じがしますね。暗闇がちょっとあの綺麗に見えるのがあったらそれもいいかなと思いますけどね。夜って結構見にくいんでね、フォレストの方はね。よいしょ。さあまずは、セーブ場を作ろう。いやそういうのがね加わったんだね。画質見た通りね、見た感じ画質も結構いじれるようになってるみたいですね。よいしょ。OK。これにセーブしましょう。でまあ、暮らせる設備を整えることがまあ重要なん でここに干すもの食料ですね、食料の方をね、ちょっと立てていきましょうか。しょ的は何だろうねこれ。そして明かりもね、つけておきましょう。分かんなくなるからね本当夜になると。なんか火の勢いが前より増してる気がしなくもないな。でここ休憩所を作っておきましたね、で石と、なんかテクスチャーが結構変わってる気がしますねこの辺もね。はい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 。で干し肉をね、吊るしてる場所みたいなのも必要なんで、そちらをちょっと作りましょう。これね干し肉をねここにちょっと置いときましょうか。また洞窟の中に、家を建ててるっていう建てていこうっていう企画、ミスターピートやってたやつは、継続してやっていきますのでね、そっちは別個でね、うまくねあそこを住めればいいんですけどもね。ちょっと待って、あ空綺麗になってる。なんかいいねいいね、なんか空綺麗になってますね。ちょっとこっちからあのやっていった方がいいんじゃないかな。下の方からまず切っていきましょう。よし。で洞窟の中行ってあのどうやらですねこう息子の手がかりみたいなのも増えてるっぽいんですよね。そちらの方もねやっていきたいと思います。この木切ってるばっかりじゃね動画にならないんでね基本的にはね。ここにガチャ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 入れていくしかないんで、まあ、夜になったらちょっと洞窟に出かけましょうか。まあ夜どっちにしろね洞窟の中って危険なんでね、昼も夜もへったくれもないんでね、まあ夜にもやることないなら出かけていこうかなっていう、ね、感じです。わ綺麗、光源綺麗になってる、すごいこれいいね。またフォレストこうちょっと頑張りたくなってきたね。うわやったらここなんだ。うわなんかちょっと地形変わってるかもしれないなこれ。やったら落ちてんの、建てられてんだけどこの辺やつらの縄張りか、こういうのこれ増えてるね。もしかしてこの近くに洞窟あるかな、するかね。なんかこう危険地帯かもしかしてこれ。やばいなやばいな。あ思い出しました、昔ここ湖になってたところだ。ここ湖になってて、でここに湖畔の家みたいなの建てた記憶がありますよね。だったらですね土地勘で言うとこの先に、村集落があると思うんですよね。ちょっと出張しましょうか。ちょっとね暗くなっちゃったけどね、ドラドラ多分あるんだよねこの先にね。夜夕方から夜にかけてちょっと出かけるのは得策ではない気が。あったあったあった、ほらあったな。夜になるとちょっとやっぱ見にくいな。あロープが必要になってきますからね。いやちょうどよかったぞこう出張してきて。
何この施設。あ、夜間、夜間手に入れた。あ、来てみるもんや、来てみるもんや、来てみるもんやね。ここ他になんか重要なアイテムないか。拳銃とかないが、このここでショットガンとか出てきたらもう台無しですよね、フォレストが。よしよしよし、オッケーオッケー。だいぶ土地勘覚えてきてるからね。またシンク切りしたな、鳥を。私どんだけ極めてんだこれ。ここの湖畔に家も建ててもいいですよね。よし、あ、いる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 。あ、しまった。しもたな、おい。しもたな、よし。まあまあ、ロープ手に入れただけいいかもしれませんね。ちょっと戻りましょう。よし、布パクって。この場所からね、右の方に行くとね、洞窟に降りる穴があったはずなんですよ。なので、まず一旦セーブしに戻って、洞窟の範囲に行きましょう。腹も減ってりゃ水分もないしね、ズザボロの状態になってるからね、先に体調を整えてからでしょうね、この辺はね。よいしょ。OKOKOK。いいんじゃない？ここに家やったでいこう。土地もおそらく地形が変わってるから、新しい何かがね、見つかる恐れもありますからね。よしよし。この辺暗すぎるから、これを立てて、明かりを保っときましょうか。よしよし、これでいい、これでいい。お、鹿が見に来てますね。おい、冷やかしか。鹿の冷やかしですわ、あれがね。私を食べてくださいって言いつつも、やだよっていう、ああいう感じですよね、もう。よし、ここね、なんか結構動物がね、いっぱいいるから、罠張ってても全然いけるかもしれませんね。罠張っときましょう。ウサギ結構取れそうな気がするね、これ。よいしょ。で、腹ごしらえはできたんで、あとはいろいろと貯めていって洞窟へ向かいましょうか。お、これこれ、水貯めとくやつ。水貯めとくやつありましたね。これに貯めときましょう。これをね、作っとかないとダメですわ。この2個と、紐でできるということなんですよね。これ、そういえば、鹿肉干せるようになったのかな？どれ？あ、ちゃんと干せるようになってますね。パクられたりするか、ちょっと、パクられたりするからな。まあまあ、一応、ちょっと置いときましょうかね。2個ぐらいはね。よし、じゃあ、洞窟の方へ行こうぜ。洞窟の方行こうぜ。洞窟の中でね、松明きちんと立てるためにね、枝と、この石も、持っていくんですが、途中で喉が渇いた時のために、川からね、水を汲んでいきましょう。せっかくバケツ持ってるからね、あと水筒持ってるから、そちらの方もね、ゲットしてからね、行きましょうよ。多分こっちの方角にあったと思うんだよね、おそらく。後々にね、カポちゃんもまた入れてやりたいんですけども、結構複数人実況、やってみたいなとも思いますね。かなりの量の、あ、ほらほら、ここあ、やっぱあったね。よし、ちょっと水だけ汲んできましょうか。この先にね、汲む場所があるんでね、薬草が意外とね、今回やっぱ役立つんでね、薬草は積極的に拾っていった方がいいですね。この村でもね、あ、こういう機械類がね、爆弾作るのに重要になってくるから、あ、いいね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 、ここ補給してからね、行きましょうよ。このゲームなんだかんだで面白いな、やっぱ。なんだかんだでなんかちょっとやっちゃうんだよな。今までちょっと休憩してたのはね、あ、仕事の方がね、言い訳になってしまいますが、ちょっと仕事の方がドタバタしてて、ちょっとフォレストをやってなかったんですね。他の新作のゲームちょっとやってて、随分と滞ってしまったっていう、状態で、あ、なんか水の表現も綺麗になってるよね。なんかこう、あれこれ、
これからは継げないの、こっからは継げないみたい。あ、そっか、もうちょっと小さい池じゃないと無理なのか。うん、いや表現リアルになってるよね。よし、斧ゲットでございます。さあ、もうちょっと水は諦めていきましょうか。こちらの先だ。さて、何がね、新しい生物が待ち受けてるのでしょうか。それとも息子がいるのかっていうね。息子がいてくれ、うん、もうそろそろいてもいいんじゃないか息子は。さあ降りていこう。あー怖い、もうすでに怖いよね。ライターをつけてと。ん、あ、なんか音楽加わってないですか。ほら聞こえます。下に何いるかが問題だよね。特殊、やべ、いるなあいつが。え、近い近い。いやー怖い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 。ちょっと待って待って、行くしかないぞ。は、見えないんだよ、見えないんだよあいつがさ。絶対いるってあいつ待ち構えてるって。はあ怖い、ちょっと待って、怖いアイテム出せないか。え、どこどこ。あ、あ、やべ、真下にいる真下にいる。あ、真下にいる多分。怖い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 。よし、逃れました逃れました。 OKOK。 ここにですね、まずこれを作りましょう。あー、よし、見えた見えた。あー、いましたね。でですね、前ね言われてたのがね、弓、炎の弓で、それで近づけばもう炎ダメージ与えられますよってことだったんですが、ちょっとあの矢をね作っていくの忘れちゃったね。あと1本羽足りないんだよね。まあ、これしょうがないな。その前にこれ作ろうか。爆弾爆弾で決めたろうか、あいつ。セムテック爆弾、セムテック爆弾で決めたろうで。もう早速セムテックやったろうで。リリ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 リ。おい、来てみろ来てみろ、モザイク野郎、モザイク野郎、来てみろ。オッケーオッケー、爆発しろ早く。おい、ジャンプしてきてる、おい、ジャンプしてきてる、あいつ。ちょっと待て、マジか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 、ジャンプしてきてた怖え怖え怖え、何あいつ。やろ、え、うー怖い、あー怖い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 、うわー、じゃあこっちに出る、こっちに出る。あーちょっと待って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 、落ち着け落ち着け、もつもつつけもつけ、落ち着け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 、落ち着け落ち着け落ち着け。ライターライターライター。あー、マジで怖え。あー、いやー、非常に取り乱したところちょっと。何ここ何ここ、ちょっとあいつ手出せないみたい。
今のうちね、ここでクラフトしますよ。こんなやつ怖くもなんともないんだよ、実際のとこさ。見とけよ、この野郎。怖くもなんともないんだよ、おい。あいつ、足が、機関車並みの足の速さになってんだけどさ。マジで言ってんの、あれ。異常な足の速さになってんだけど。しかし、ここ、アンチポイントを発見しました。やはり冷静に対応するべきですよね。冷静さを失ったら終わりですよ。あ、まだ生きてんな、あれ生きてんな。どうしようかね。爆弾もう一個作れないかな。時計がないんで、ちょっと爆弾はもう一個作れませんね。チャンネル登録、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。作っておいて、火炎瓶もう一個、火炎瓶もう一個作っておきましょうか。よし、